若獅子神社は、静岡県富士宮市にある神社で、陸軍少年戦車兵の教官、生徒600優陽を祭人として祀る。昭和40年12月、陸軍少年戦車兵学校の跡地に、戦没道創生の慰霊検証のため若獅子の塔を建立したのを起源とし、昭和59年10月に神社を創建。若獅子の塔五霊の慰め。 平和を記念といった思いから、陸軍少年戦車兵学校動創生ほか、支援者により混流された塔。若獅子とは、戦時中の少年戦車兵の愛称である。若獅子の塔は、金沢幼児の設計。若獅子の像は、日本芸術院賞受賞者の内藤春次の制作による。毎年8月15日には、三玉祭りが行われる。安置される。 サイパン機関戦車機構部隊の主力として、サイパンの戦いにて使用された97、式中戦車が置かれている。昭和51年夏に発見された、この戦車は戦後30年余りが経ち、この地に安置された。サイパンの戦いで戦死した44名の少年戦車兵への追悼の願いが込められている。車体には貫通した弾の跡が各所に見られ、 激戦の後を物語っている。発見時、車内から二ぶりの日本刀と人骨が発見された。人骨はその後の調査で、戦車第9連隊第3中隊法主鈴木忠史軍曹と判明し、遺族に返還された。なお、同じく戦車第9連隊所属で、同時期に帰還した、もう一両は現在、安国神社の優秀館に修復され展示されている。 ありがとうございます。